はようございます。釣り子 TV です。これね、モンスターキスのバトラクス。ね。釣り具屋さんにコローンと置いてあったので、思わず一つ買ってきてみました。で、気になるのがですね、あ、モンスターキスなんだけど、こういうしっかりとした箱ね、ついに、ね、準備されたんだ。ね、ゴミとかを増やさないっていうことで、結構簡易包装でね、売られていることが多かったんですけども、このバトラクスは、こういったね、カチッとしたね、ケースに入れてるよっていうことで、ちょっと気になってたんですよね。で、かっこいいね。こういうケースですね。そんでもって価格が1296円っていうことで、ホットピンクというカラーね、これを買ってきてみました。じゃあね、早速どんな感じか開けていきたいと思います。おっと、はい。あー、すごい。モンスターキスのマークがいっぱいこれ、ここにね、あって、いい、かっこいいデザインですね。そして、肝心の本体ですね。あーね、前のあの簡易包装バージョンだとお店にぶら下がってたりする状態でこうね、柔らかさが触れたりして、まあこれとね、あと白とかがあったんですけども、そっちの方がちょっと柔らかいよとかね、あのこだわる人はね、こうどれぐらいの硬さなのかとかね、こう全部様子を見てから買うなんていう世界みたいなので、まあそれがねちょっとできなくなっちゃったのかなっていうのはあるんですけども、今ねもう開けてみてね、あ、これは納得の柔らかさ、すんごい釣れそうっていう感じのね。はい、で見ていくとコロンとしたボディですよね。小さなボディでできるだけこうずんぐりむっくりとしてね、こんな感じのデザインにすることによって浮力を確保している。それによって比較的ですね、重めのチューンをしてもしっかりと浮いていることができるね。こういったことでこういうね、耐候のあるデザインね、空気質を多く持たしているっていう、こういうことみたいなんですけども、そして非常に贅沢なのが、この買った状態ですでにとんでもねえ針と、とんでもねえチューニングシンカーが最初から標準装備で付けられているっていうね。これがですね、なんとですね、ロデオクラフトのハニカムフックとライトスロットシンカーね。これが付いてくるっていうね、非常に贅沢な仕様になってるんですよね。まあ、それぞれ、まあ、この側だけ買って、でそれで針を買い求めて、でこのスロットシンカーを買い求めて、それぞれね、まあ3個入りで1000円とかそういった金額で買えるので、ただその理想のフロッグに仕上げるためには、例えばね、まあ3000円4000円あと接着剤買ったりしなきゃいけないところを、この本体を買うだけでとんでもねえ針ととんでもねえチューニングシンカーをつけてくれているっていうね、これはかなりね、お得な仕様になっているんじゃないかな。このね、フッ素コートで、そんでもってね、ごついんだけど、めちゃくちゃ刺さりの良さそうなこの針、ね。そしてこの無駄のないね、重り。こう、針に沿わせたような、こういう形状なので、実際に魚が食べた時でも、ここの、クリアランスが非常にこうぺちゃこーんと柔らかく広く取れるっていうことでね、これを買って別途ね、本来だったら、そしてパンドーとかでここに接着してね、完成っていう感じなんですけども、非常にありがたい仕様ですよね。でパンドーね、結構ね持ってたはずなんで、あーよし、ちょっとチューニングしてからっていうか、まあ、ここに接着剤ペチョッとつけてから出そうかなと思ったんですけど、ちょっと家の中でなくてですね、またね、あの実際に使う時までには、改造してね、実際に使うバージョンにしてね、釣りはしようと思うんですけども、まあ、基本的にはここを接着剤で、止めて、そんでお尻に穴プスッと開けて、で、まあ、ここはね、すごいね、こんな感じで丁寧に作られているので、糸でぐるぐるぐるってね巻いてずれないように、したりするんですけども、しないでも使って大丈夫だよなんて動画の方で説明されてましたけども、まあまあここから少しだけねチューニングして、自分なりのここに例えばブレードをつけたりとかして、実際には使うことになると思います。でまあ例えばなんですけど、こんな感じですよね。
これがまあ改造を施されたフロッグになりますが、こうね、ここに P ラインできちっとね結んであって、そしてパンドーでね、この後ろがずれないようにね接着してあって、で自分の好きな針を乗っけて、でこれなんかはですね、こういう感じでブレードチューンが出されていて、でここにね空気が抜ける穴が開いてたりね、まあ、これが完成バージョンだとして、そこに持っていきやすい、そしてもう抜群にいい針とね重りが最初からついているっていうことで、非常にお得なフロッグなんじゃないかなということで、でね色もねシンプルで可愛い色がねいっぱい揃っていて、何よりもねこの顔つきですよね。バトラクスキャットっていうナマズがいるそうなんですが、それをモチーフにデザインされたっていうことで、まあね、怪魚とかで有名なモンスターキスらしいデザインなんじゃないかな。ね、で、可愛いだけじゃなくて、この顎のところのね、カップまではいかないんだけど、ちょっとくぼんでるようなこのデザインが、これはもう見るからに、ね、後方重心で首振りさせた時にはいい感じのスプラッシュも出してくれそうだななんていうことでね、非常に楽しみな、ルアーとなっております。で、まあ、実際にはブレードをつけたりなんだりするんですけど、この状態でのね重さもね測っておきたいと思います。はい、準備できました。じゃあね、モンスターキスの、バトラクス、これは、何グラムでしょうか。12.5g って出ましたね。まあ最近のリールとかだとね、バヒューンってね、これで完成したら飛んでいくんじゃないかなっていうね、そういう程よい重さなんですけども、まあこれ標準装備されているのは雷魚用の針だよっていうことなんで、例えばバス用でチューニングするなんていう時は、ここのね、フックのところだけもうちょっと細軸の、まあ、40番の針とかを買い求めて、チューニングしてもいいかと思いますし、ただまあこういうのを投げるところをね、思わず雷魚が出ちゃうなんていうこともあるかと思いますので、まあ、自分なんかはまあバスで使う場合であっても、このめちゃくちゃいいね刺さりの針が、ね、形のいい針が装備されているので、このまんま、バスでも使って、で、まあ、雷魚が出るフィールドなんかでも、雷魚が出てもね安心なようにこのフックでね行こうかなね。はたまたまあね、ナマズなんかにもねいいみたいなんで、ナマズのいるフィールドなんかでもちょっとねいろいろ投げてみようかなね。想像が膨らむね、モンスターキスの製品結構ね買うと、どこで使おうかな、何に使おうかなね、思わずね、妄想してですね、ムフフフってなっちゃう、そんなルアーが、多いかと思いますけども、これもねそんなルアーの一つだと思います。まあ非常にね小粒だけどかっちりとした作りのこういったフロッグね、いろいろフロッグファンの人はですね、バス用にしたり雷魚用にしたり、ナマズ用にしたり、はたまたね海外のね海魚に持って行ったりね、いろいろ遊べるルアーなんじゃないかななんていう風に思います。こんな感じのねかっこいいパッケージに入ってね売ってますので、まあ実際にねもうだいぶ暑くなってきてね、釣り場で浅いところを見るとね、場所によっては雷魚がじーっとしていたりする、そんなねところもあったりしますんでね、まあそういう時に、怖くないようにね P ラインの6号とか8号とかね、巻いたタックルも準備して、でチャンスがあればねこういったルアーもね積極的に投入していこうと思いますので、あとね、ブラックバスでもねカバーの上をねこの小粒のやつがもそ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 ってやってたら、思わずね水草がバーンって割れてね超巨大バスが釣れたなんていうこともあると思いますので、だいたいやっぱり投げづらいところにね、ランカーサイズのブラックバスもいたりするので、これが入れられたからこそ、あ釣れたなんていうねデカバスの思い出なんかもね、作れたらいいななんていうふうに考えております。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、モンスターキスのですねバトラクス、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。